季節はもうすぐ春、バイクツーリングの季節がやってくる。そこでダイクアウィンドでは、昨年の九州阿蘇ツーリングに続き、今回は九州鹿児島ツーリングを観光。鹿児島のシンボル桜島をはじめ、日本本土最南端を回る楽しいツーリングを紹介。題してサンフラワーで行く大作マヤの九州鹿児島ツーリング。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。毎度おなじみ、大作でございます。今回はですね、九州のツーリングということで、鹿児島に向かうんですけども、一緒にこのツーリング同行していただける素敵な方に、お越しいただいております。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。去年の夏 X ファイターズ以来の出演です。覚えてますでしょうか。マヤです。今日はですね、大作さんと一緒に鹿児島まで、初です、はい、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。でですね、今回は、車両の方がですね、このハーレーダビッドソン、はい、もう憧れます ね、 ね、今最新モデルの、はい、ハーレーダビッドソンの一押しのバイクなんで。今回酒井大作が狩るハーレーは FXSB ブレイクアウト。アグレッシブなロー&ロングのドラッグスタイル、迫力の240リアタイヤとチョップドリアフェンダーで圧倒的な存在感を放つ。マヤちゃんのハーレーは XL1200X48、 ポッドロッドカスタム仕様のスタイリングで人気を博すスポーツスター。さらにハードキャンディーカスタムでドレスアップ、女性にもぴったりの一台。このバイクに乗ってね、光栄ですね、はい、思い出に残る素敵な九州ツーリングに、していきたいと思います。はい、はい、そしてこの船、このサンフラワー号ですよ。太陽、はい、この太陽、太陽さんさんと輝いております。はい、はい、子供の頃からね、僕このサンフラワー号に乗るのが夢だったんですけども、そうですね、まあ、そんなね、いろんな思いがいっぱいの、九州ツーリング、はい、しっかり楽しみたいと思います。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。行ってきます。さあ楽しみです。行ってきます。というわけで、大作とマヤは旅の相棒である憧れのハーレーとともにフェリーサンフラワーに乗船。関西と九州を結ぶフェリーサンフラワーは大阪、神戸から大分へ、そして大阪から鹿児島へと3つの航路があり、愛車とともに快適な旅ができるのだ。今回乗船したサンフラワー霧島は、船内はとても優雅で船の旅を満喫できる設備が充実している。展望風呂は温かいお湯に浸かりながらゆったりと眺める太平洋は格別。そしてレストランは南フランスはプロヴァンスをイメージした穏やかな空間で、自慢のお料理をいただくことができるのだ。そして船出を知らせるドラの音が船上に響き渡ります。いよいよ大阪ともお別れ。ドラの音とともに気分が高まる中、船旅といえば一度はやってみたいあのセレモニー。イエーイ、気持ちいい。行ってきます。行ってきます。無事に出航を果たした後はお待ちかねのディナータイム。サンフラワーではバイキングスタイルで様々なお料理とデザートが楽しめるんです。僕ね、思うんですけどね、このバイキング、これからね料理食べるわけですけども、非常に豪華な、なんかフェアもそうやったし、このバイキングみたいなそうやねんけど、ここはもはや船かって思わせるようなね。そう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 、一歩入ってしまったら ね、そこに出たら、ああ海やみたいな感じですけどね。そう、投げてきたもんね、さっきね。行ってきます言ってきたからね。そうそうそう、中入ったらほんまにホテル、ホテルやね、そうやね。あ、ここにマカロニ入れるんじゃなかった。ここにドバッと入れたかったな。後半になって思いますよね、ですね、これ配分セッティング。さっき放送で豚の角煮って言ってたから、はい、絶対これ食べようと思って。なるほどね。ちょっと楽しみにしてます。豚はいいですね。大好きで、鹿児島も豚ですよ。そうか、うん、黒豚、うん、
いよいよ、はい、出港しまして、しまして、はい、出港してから何すんねん、いきなり飯食おうかビールで、はい、からのいきなりビールでございますが、はい、ね、この料理本当にねゴージャスで、はい、すごく食べるのも楽しみなんですが、そうですね、頑張ります。はい、乾杯を、はい、このいい旅に、そうですね、そうですね、はい、いい旅を、祈願して、はい、はい、安全にね、そうですね、安全に、はい、楽しめる、乾杯しましょう、はい、よろしくお願いします、はい、乾杯、はい、お疲れ様です。いただきます。いや、これは絶対落ち着いてしまいました、ね、落ち着きましたね、うん、いい旅になればいいなとかではなく、もういい旅です。そうですよね、はい、この料理とこのお酒と始まったばっかりですけど、ね、はい、すごい、これで今日の晩で終わらないようにしないといけないですね。そうですね、見るんでね、はい、まあ、続きまして、じゃあ早速、はいはい、バイキングで好きなものばっかりを取ってきたら、彩りと言いますか、茶系ばっかりなんですけど好物のみを、そうですね、取ってきます。バイキングですか、バイキングですから、はいはい、じゃあいただきたい。まだカレーもあったんでね、カレー、はい、行くよね、入るようにちょっと、あと行くよね、絶対カレーね、ちょっと分量調整して、はい、はい、いただきます。いただきます。確認にしよう。確認、おいしい、うん、おいしい、美味しい料理に2人も大満足。食事をしながらゆっくりと眺める夜景もまた船旅ならでは。この後はいよいよ九州に上陸、桜島を目指して九州鹿児島ツーリングのスタートです。大阪の南港を出港しておよそ15時間、ついに九州は鹿児島志布志港に到着。サンフラワーのおかげで楽しく快適な船の旅となった今回、ここからはいよいよ鹿児島ツーリングがスタートする。はい、おはようございます。おはようございます。ついに鹿児島に来ましたね。来ましたね、はい、まあ、これから走るわけですけども、はい、このカッコ、はい、ちょっと素敵やん。ちょっと昨日は出発前だったんで、ラフなカジュアルな感じだったんですけど、今回はバッチリ決めてきたね。ツーリングスタイルで。まやちゃんのツーリングコーディネート、ヘルメットは街乗りからスポーツライディングまでカバーしてくれる OGK カブとアバンド2チッタ。アパレルはガールズバイカー専門ブランド SOAB をチョイス。クラッシーパンチングメッシュジャケットは胸のレースアップ、星の刺繍とクラッシーなデザインに加え、プロテクターを搭載しながらもスタイルアップラインのシルエットが女性に嬉しいアイテム。レースアップブーツカットパンツはコンセプトをしっかり踏襲するエレガントでハードな仕上がり。ガールズライダーのバイクライフを美しくサポートしてくれるブランド。ごっついスタイリッシュな感じで、さすがトップモデルは違いますな。はい、またまたまた。まあそんなこんなで、はい、まずはですね、最初の目的地、噴火で、そうですよね、噴火で有名なですね、はい、桜島へ向けて、はい、走っていきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。行きましょう。はい。まあちゃんどう天気？微妙。微妙やんな。なんか。前回、あ、去年か、はい、九州ツーリングもなんかロケ雨やったらしいやん。あ、そうそう、ググちゃんが行った時も。せやんな。でも多分その時よりは、うん、マシなんじゃないかな。楽しいやん。あ、結構あのロケ降ってたような気がするけど。あ、そう、うん、こういうのってさ、はい、絶対こう天気悪なったら誰かが雨男やとか雨女やとか、そう、そんなん言われたりせえへん？めっちゃ言われます。ちなみにどっち？雨って言われる。ちょっと心配になってきましたが、まずは安全運転でのんびりと行きましょう。ところでハーレーの乗り心地はいかがですか？バイクね、すごいこれ乗りやすい。乗りやすい？うん、なんかさ、はい、ハーレーのイメージって、はい、こう荒々しいというかワイルドな感じするやん、うん、なんか最近のこのねニューモデル、はい、乗ったことなかったんけど、はい、すごくそういうあのワイルドな感じは見た目でもちろんあるし、はい、性能的にも非常に
振動も少なくて、スタートする時もスムーズで、扱いやすい。その後ろの後輪の太さが何とも言えないですね。せやね、ごっついこうタフな感じするでしょ。車かっていうぐらい。せやんな、でもなんかね、全然乗っててさ、あのエンジンフィーリングもね、今言ったようにすごくいいし、扱うのもさ、すごく軽いのよ。へー、非常にあのいいと思います。へー、これだったら女性でも全然余裕で乗れると思う。乗りやすそう、確かに。せやねん。まーちゃんどう？私が今ほんまにプライベートで乗ってる自分のバイクがどっちかって言ったら今大作さんの乗ってるような感じのやつなんで、また全然違った形で、すごいいい刺激です。なるほど。あの今まだ走り出して間もないですけど、あの後ろからまやちゃん、僕の走りを見てて、どうですか？え、言っていいですか？何でも言ってください。結構上手いですね。結構上手いんですね。ありがとうございます。いやいやいや、いや、まあまあまあ。お約束ですよね。そうですね。ありがとうございます。はい、私こう見えても、20年ぐらいプロやってますんで。目の前の雲がかかってるやつ、あれ桜島や。次回はついにあの桜島とご対面。桜島を眺めながらの温泉と美味しい料理、鹿児島ツーリングを満喫します。